できんだろ。モニター開発で50でしょ。モニター手向かモルゲンです。見てください、このバカデカサイズの箱。これなんだと思います？あの最強ゲーミングモニターの最新モデル、 BenQ ゾンビ XL2586X。 バロラントや APEX レジェンズなど FPS ゲームのプロゲーマー御用達の最強モニターシリーズ、 BenQ のゾンビの最新モデルです。どこが最強なのかっていうと、今まで出た BenQ のゾンビシリーズの最高リフレッシュレートは 360Hz だったんですが、こいつはなんと 540Hz。 しかも最新の黒挿入機能ダイヤック2にも対応していて、もう本当に FPS ゲーマーなら喉から手が出るほど欲しいくらい最高の技術が詰まったゲーミングモニターなんですよ。他にも TN パネルなのに超高識液だったり、スタンド性能もパワーアップしてたりと、過去作からめちゃめちゃ進化した面白いゲーミングモニター。面白いってのは大事なことだぜロック、レビューしたろうじゃねえか。それでは開封からいってみましょう。はい、それでは開けていきましょう。なんかね、普通のモニターに比べて結構四角い外箱が。で、中身見ていきましょうか。このね、横に開くのはすごいね、開けやすくていいと思います。まず製品保証書とかクイックスタートガイドとかですね、まあ、いわゆる紙類。ディスプレイポートケーブルと HDMI ケーブル、どちらも長さは 1.8m。 同じく電源ケーブルも 1.8m。 これあれですね、あの AC アダプタータイプじゃなくて電源内蔵タイプですね。電源内蔵タイプいいな、久々に見た気がする。最近のモニターはね、消費電力えぐいですからね。で、S スイッチ、ゾーイシリーズの上位機種を使っている人ならおなじみのスイッチですね。これ結構使いやすいんだよな。モニターの横につけるアイシールド、これでね、オフライン大会とかでモニターの後ろのね、人とか物とかが気にならなくなるようにします。視界に入らないようにするって感じですね。自宅ではあんまり使わないかも。台座のデザインは多分旧型の XL2566K とかと同じかな。スタンド、あ、これスタンドのデザインはね、結構変わってますね。今までのゾーイシリーズとはまた違うデザインです。で、付属品はこれで全部ですね。下の段にモニター本体が入ってます。このまま組み立てていきましょう。モニターの背面のくぼみにスタンドをはめていきます。で、スタンドの下の部分に台座をはめて、この辺はね、結構直感的に分かると思う。で、ネジを回してあげれば完成ですね。ドライバーとかの工具なしでも組み立てることは可能です。モニター自体のサイズが 24.5 インチサイズなので、男性1人で組み立てるのは余裕ですね。女性でも全然いけると思う。はい、これでモニターの組み立ては完了。はい、というわけで組み立てたのがこの僕の目の前にあるこれですね。隣にあるのは 360Hz の旧型XL2566K です。せっかくなんでね、並べて比較してみたいと思います。パッと見正面からのモニターデザインはあんまり変わんないですよね。ちょっとベゼル、このね、縁の部分が太くなって約2センチになりました。ただでさえ太かったベゼルが太くなっていくのは時代に逆行しててちょっとおもろい。ただベゼルが太いっていうのにはメリットもあって、まあ、衝撃にね、強くなるんですよね。なので大会とかで移動させて使う場合には適しているのかもしれません。で、サイズとしては横幅 57.6cm で、高さは可変で一番上まで上げた状態だと 52cm、 一番下まで下げるとこんな感じで 36.9cm。 ちょっと面白い仕様としては、こっちの 2566K の方と比べてこのね、スタンド部分が一番下まで下げても上に出てこないんですよね。なのでね、モニターの上からチラチラスタンドが見えてゲームの集中を阻害するなんてこともありません。あと、この高さ調整、これね、驚くほど滑らか。旧型の方はちょっと引っかかるというか、まあ、十分滑らかではあるんですけど、今までのモニターにないくらいこれ滑らかですね。すごい、全く力がいらないんですよ。このスタンドはね、今までのモニターにはなかったですね。すごい。台座のデザインは大きく変わってはいませんが、横幅が約3センチくらい小さくなっていてコンパクトになりました。左右の首振りをどれくらいの角度まで傾けているか
ていうのが分かりやすいメモリもついてます。まあゾーイーシリーズはだいたい正面で使うからあんまりメモリは使わないかな。モニターの背面に関してはかなり変わってますね。まずスタンドの形状がめちゃめちゃ変わりました。旧型の方は取っ手があって持ち運びに便利な感じだったんですけど、こちらの新型の方はスタンドがねこう重なった感じになってて、より稼働がスムーズになるように作られてます。スタンドがなくなった代わりにここにねへこみがあって持ち運びやすいようになってます。でケーブルホルダーもスタンドに穴が開いてる形じゃなくて後ろに通す形になりましたね。あと端子面が裏から刺す形になりました。背面にあります。旧型の方は下から刺す底面にある形だったので、まあ、結構変わりましたね。ヘッドホン掛けは続投してますが右と左の位置が変わりました。背面デザインの変更はこんなところですかね。個人的には全体的に使いやすい変更だと思います。そしてスペックですが、驚異のリフレッシュレート 540Hz。 リフレッシュレート 540Hz って意味わからんレベル。まだ数えるほどしか対応してるモニターもありません。ちょっと前はリフレッシュレート 240Hz でも高級品だった気がするんですけどね。 540Hz が実際どんなもんかっていうのを UFO テストで試してみました。 UFO テストっていうのはモニターのリフレッシュレートごとに動く UFO のアニメーションが流れるサイトで、高リフレッシュレートと低リフレッシュレートの違いが視覚的に分かりやすくなるサイトです。まあ見ての通りですね。上から順番に 540fps から 270fps、 235fps、 68fps になってるんですが、どうでしょうか。肉眼だと結構しっかり分かるんですけど、カメラ越しかつ YouTube 越しだと伝わりにくいですよね。スーパースローだとこんな感じ。これで結構分かりやすくなったかな。 270fps と 540fps が僅差で分かりにくいんですが、動画を止めるとフレーム数が多いのが分かると思います。フレームレートとリフレッシュレートが高いほど映像が滑らかになって、動きの速いゲームでも敵の姿がくっきりブレずに見やすくなります。 540Hz は正直目で感じるか怪しいラインな気がするんですが、 UFO テストでは結構はっきり違いが分かります。 TN パネルなので液晶パネルの中では応答速度もダントツで高速で、最速 G2G で 0.5ms、 まさに FPS ゲームのために作られたゲーミングモニターと言えますね。さらにこのモニターは TN パネルっていう応答速度の代わりに視野角や色味を犠牲にしてるモニターなんですが、こいつは TN パネルの中でも最新のパネルを採用しているので、なんと色域が DCI-P3 カバー率 95%。 これ普通に IPS パネルの結構いいモニターと変わらないくらいの色域なんですよ。カメラ越しだとかなり分かりにくいんですけど、旧型の XL2566K と比較してもモニター側の設定は揃えてるんですけど、明らかに色味が全然違います。 TN パネルの白っぽさが全然なくて、正面から見る分には違和感がかなり少なく、山の影とか暗い部分が白っぽかったのが綺麗な黒色になってます。今まで使ってきた TN パネルのゲーミングモニターの中でも色味が圧倒的に鮮やかなので、普段使いとか FPS ゲーム以外のゲームを遊ぶ時でも使えるくらいのレベルになりましたね。ゾーウィーのゲーミングモニターは全て TN パネルなんですが、 FPS ゲームをガチりたいからゾーウィーシリーズが欲しい。でも TN パネルをメインモニターにすると普段使いや動画視聴でストレスっていう人にとってかなり選びやすくなったと思います。とはいえ視野角は左右170度と狭いので、ちょっと角度をつけるだけで色味は結構変わっちゃいますね。メインモニターとして正面から見る分にはめちゃ綺麗な色彩なので特に問題はないと思います。モニターの角度調整機能ですが、上の方に傾けると35度と結構上の方を向きます。で下に傾けると5度、これは一般的なモニターと同じですね。あと左右は45度、これも結構傾くかなって感じ。よいしょ。ただモニターのね回転、これはできなくなってます。まあ XL2586X に限らず FPS ゲーム用に特化したね
ゾーイのモニターを縦置きで使うことっていうのはあんまりないので、まあなくても特に問題ないと思いますね。まあどうしても回転させたい場合とかはモニターアームに対応しているので、モニターアームを使いましょう。入力端子は右側に固まっていて、左からヘッドホンジャック、S スイッチ接続端子、HDMI2.1 が3つ、そして一番右にディスプレイポート 1.4 が1つ。旧型同様、スピーカーは搭載されていません。端子の差し込みが底面から背面になったので、よく抜き差しする僕としては使いやすくなってちょっと嬉しいですね。そしてモニターのメニュー機能ですが、基本的にはこの S スイッチっていうものをモニターにつなげて操作します。これでね、こんな感じでメニューが出てきて、これを使ってメニューを操作するって感じですね。モニターとは有線接続ですけど、普通に使いやすいですよ、これ。画面プリセットもこの1,2,3 のボタンを押すだけで、パッパッパって切り替えれるので、マップのこの場所ではこの設定、みたいなね、設定を保存しておくと便利。で、肝心のメニュー機能なんですが、画面プリセットとかね、ブルーライト軽減とかついてるんですけど、やっぱりメイン機能としては、FPS ゲーム向けの機能が挙げられます。まず、ブラックイコライザー。これは画面の暗いところを明るく見せてくれる機能なんですけど、ちょっとこの位置じゃわかりにくいですね。わかりやすいところに移動しましょう。こういう画面内が暗いシーンで、このブラックイコライザーを上げてあげると、暗いところがね、はっきりと見えるようになります。0から20で調整可能で、今が20なんですが、扉の模様とかがね、はっきり見えるようになりました。このブラックイコライザーは、まあ、タルコフとか COD とか、暗いシーンが多いゲームではかなり有利に働きます。そして、色の鮮明さ。これはカラーバイブランスってやつですね。上げれば上げるほど色が鮮やかになって、下げれば下げるほど色がモノクロ調に鮮やかさを失っていきます。で、これどう使うかっていうと、例えばバトロワでちょっと上げることで、敵のね、輪郭、アウトラインを見やすくしたりとか、逆にちょっと下げて鮮やかすぎるマップで目の疲労を抑えたりとか、そういう使い方がおすすめですね。これちょっと上げてあげるだけで敵の発見しやすさとかがね、かなり変わるのでおすすめ。そしてゾーイシリーズの新しい黒挿入機能、ダイヤック2も搭載しています。黒挿入機能って映像の残像感を劇的に軽減する機能なんですけど、従来のダイヤックよりもより明瞭な映像でゲームをプレイできるとのこと。ちなみにダイヤック2を搭載しているのはゾーイシリーズの中でもこいつと XL2546X の2機種だけ。ダイヤック2のすごいところとして、黒挿入機能ってオンにすると映像の輝度が下がってしまうっていうデメリットがあったんですが、このダイヤック2はね、黒挿入をオンにしても画面の輝度が落ちないんですね。実際さっきからオフとオンを切り替えてるんですけど、映像の輝度は落ちないし、しかもね、この切り替えが超スムーズ。他のモニターだとこの黒挿入機能のオンオフで画面がね、ブラックアウトして少し経ってからオンになるっていうのが多いんですけど、このダイヤック2の切り替えの速さ、一瞬パッて暗くなるだけ。ゲーム中でもね、オンオフの切り替えがしやすいですね。あとは割と一般的なところですね。輝度とかコントラストとかシャープネスとか。AMA は応答速度の高速化機能。めちゃめちゃ機能が多いっていうわけではないんですけど、ダイヤック2といい、ブラックイコライザーといい、カラーバイブランスといい、他のモニターに搭載されてる同じような機能と比較しても、めちゃめちゃ性能が高いっていうのが、BenQのゾーイシリーズのモニターのいいところなんですよね。FPS ゲーマー向けにガチで作ってくれてる。メニュー機能はざっとこんな感じ。最後に実際にゲームをプレイしてみました。プレイしたのはバロラント。 540fps でプレイできるゲームって限られてるんですけど、バロラントならハイエンドゲーミング PC を使えば 540fps を出すことができるので、 XL2586X の性能を十分に活かせます。で、実際に使ってみた感想なんですが、やっぱり 540Hz はマジでぬっるぬる。ただ正直 360Hz と劇的に違うかって言われると体感できるところは少ないです。まあ僕の老化もあるかもしれないんですけど、ここまで来るとごく一部のシーンで見やすかったり、ファントムのリコイルコントロールが少しだけやりやすかったり、そんなほんの少しのプレイのしやすさが手に入るかなって感じ。原理的にもリフレッシュレートが高いっていうことは1秒間の描写数が多いので
敵の動き出しとかは見やすいはずだし、刹那の反応では勝るはず。肉体さえ追いつけばですが、あと新しい黒挿入の大躍窟、僕は XL2546X は触ったことがないので、ダイヤック2はイベントとかでちょろっと触った以外初体験だったんですけど、これがマジで有能だった。そもそも旧型に搭載されているダイヤックプラスの時点で軌道を下げずに残像感を劇的に軽減できるっていう神機能だったんですが、それがさらに強化されて動きの速い敵の輪郭もぼやけずにめちゃめちゃ見やすい。最近は有機EL のゲーミングモニターも出てきてて、結構何台か使ってて、応答速度が爆速だから PN パネルじゃなくて有機EL が FPS ゲームでも主流になっていくのかなって思ってたんですけど、この XL2586X でダイヤック2を使うと有機EL よりも見やすくて衝撃でした。色味とか視野角とかそういった面ではね、有機EL に勝てないんですけど、映像の残像感の少なさに関してはダイヤック2を入れた XL2586X は今まで使ってきたゲーミングモニターの中でも忖度抜きでナンバーワンでしたね。 540Hz も推しポイントだと思うんですけど、使えるゲームが限られてしまう 540Hz よりもどのゲームでも残像感をがっつり減らして視認性を高めてくれるダイヤック2の方がむしろ一番の推しポイントかもしれませんね。黒挿入機能の開発に関しては本当にゾービーが頭一つどころかね、二つ三つ抜けてる気がします。ちなみに XL2546X っていう 240Hz のモデルにもダイヤック2が搭載されているので、 240Hz あれば十分っていう人はそちらを検討するのもありよりのありベッテルチ。あと XL2586X はゾーイーシリーズのモニター設定共有機能 XL セッティングトゥシェアにも対応しています。モニケンのバロラント用の設定を概要欄に置いておいたので、ぜひ使ってみてください。そして気になるお値段なんですが、撮影日のゾーイー公式サイトの価格で168,300円。高い、正直高いです。とはいえ 540Hz のゲーミングモニターってそもそも十数万円はするので、まあ競技用っていうことを考えるとしょうがないところなのかなっていう気もします。この値段でもね、欲しい人は全然いるでしょう。ただ 360Hz の XL2566K やダイヤック2を採用した 240Hz の XL2546X などもうちょっと安いお値段のゾーイーシリーズでも十分っていう人は結構いると思います。そもそも 540fps 出せるゲームってマジで少ないですし、 PC のスペックだって求められるので、ちゃんとプレイしたいゲームが 540fps に対応しているのか、 540fps を出すことができるゲーミング PC を持っているのか、そういうところをしっかり検討してから購入するようにしましょう。というわけで、BenQ ZOE XL2586X についてレビューさせていただきました。ざっくりポイントをまとめると、 BenQ の競技向けブランド ZOE の最上位モデル、 540Hz のゲーミングモニター、応答速度特化の TN パネルを採用しているのに鮮やかな色彩を表現できる DCI-P3 95% の公式機、進化したダイヤック2による残像感軽減が神すぎる、スタンドの可動も超滑らか、 FPS 向けの機能が豊富で画面プリセットなども使いやすい、 S スイッチによるモニターの操作性もグッド、お値段は約17万円弱とかなりお高め。そんな感じ。個人的には FPS ゲーム向けの機能よりも TN パネルとは思えない色彩の鮮やかさに感動しました。 FPS ゲーム向けに調整はされているので、まあ、結構鮮やかな色味にはなってるんですけど、 TN パネルの白っぽさっていうのが軽減されていて、普段使いとか作業用モニターとして使う時のストレスが全然なくなりましたね。ゲームって起動するときにメインモニターで起動されるので、基本的にね、ゾーイーのモニターもメインモニターで使う人が多いと思うんですけど、RPG とか FPS ゲーム以外のゲームをプレイするときに、ゾーイーのモニターとやっぱり TN パネルだから色味がいまいち、これならサブモニターでやりたいな
みたいな人もね、結構いたと思うんですが、XL2586X なら、このままプレイしてもいいかなっていうくらいには色味が綺麗。もちろん、モビルスとかの発色が綺麗なね、高性能なゲーミングモニターを持ってるなら、そっちを利用した方がいいんですけど、安いモニターをサブモニターとして利用しているっていうくらいなら、この XL2586X の方が色味は綺麗だと思います。 540Hz が出せて、ダイアック2をはじめとする FPS ゲーム向けの機能も豊富に備えながら、しかも色域も広いっていうのがすごいんですよ。マジで妥協なしの FPS ゲーム向け最強のゲーミングモニターだとは思うんですが、値段が相当高めなので、バロラントや CS2、オーバーウォッチ2など 540fps に対応していて、そのゲームで競技シーンを目指してるとか、最上位帯で戦ってて、さらに上を目指したいとか、もっと強くなりたい、環境のせいにはしたくない、そんな人におすすめのモニターを聞かれたら、僕は間違いなく XL2586X を一番に押すと思います。それくらいね、FPS ゲーム向けとしては、性能で言えばマジでダントツ。プロゲーマーを目指しているそこのあなた、最強のゲーミングモニターが欲しいなら、BenQ Zowie XL2586X、デビューしてみちゃいませんか？概要欄に製品リンクを貼っておきます。そんな感じで動画を終わらせていただきます。最後に、この動画が良かったな、参考になったなと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!